東京の米原からおはようございます。ゆっくり霊夢です。待ってろ、西日本ゆっくり魔理沙だぜ。うつ主帰る枕代理ゆっくりパチェリーよ。まずはウェスターポイント全線フリップを受け取らんとならんのぜ。ビンゴ予約で予約した特急券とかは新宿でも受け取れるのに、こいつは西館内でしか受け取れないのよね。クレジットとかじゃなくてポイントで購入したからじゃないかしら。まあちゃっちゃと受け取ってくるのぜ。ちゃっちゃで済むようじゃなさそうだけどね。それじゃ誰も券売機に並んでいない間にお仕事済ませますか。なんじゃこの量は。40分以上かかったわねー。券売機に人が並ぶたびに最後尾に並び直していたからねー。独占してたらど迷惑だしな。これが紙の切符ね。3日間特急も乗り放題で指定席も無制限。なんだってるのか。ちなみに券売機じゃ発券できないのがあったから窓口にも行ったわね。で、次の乗車電話まだなのか。発券処理を見越して2時間インターバル取っていたからねー。時間がないって焦るよりはマシなんじゃないの。さっき言ったけど発券処理に40分要したから結果的に良かったんじゃ。あれでもスムーズな方だったから、もしお客がわんさかいたら。記念すべき一発目は白鷺なのね。まずここで681系を拾っておきたいし、多分サンダバは683系だろうしな。それじゃポイント主要の成果を炸裂させる時が来たようね。これグリーン車用も発売してくれんかね。2万ポイントでもうつ主は買うって言ってるわよ。それじゃいざレッツラボー。縛りもきつくないし3日間楽しむのぜ。駅弁も売ってるのね。準備中みたいだけど。まずは681系ね。今じゃ通話までの短距離特急だな。白鷺で681、サンダバで683と拾えていけたら効率いいわね。元北越急行の2000番台には会えるかな。いざキャバクラ。ただ車内は681も683も287も289もキハ189も大して変わりないかもね。モケットの色は違うだろ。あと細かいとこは知らん。標準的な背面テーブルと肘掛けテーブルね。多分これから全部似たようなもんかな。いよいよ壮大かつ無意味な3日間の旅が始まるわ。奥では311系も祝福してくれてるわ。自分で無意味っていうか。列車が左右に揺れますのでご注意ください。お久しぶりねのサンダー杉山。サンダーチャイムだろ。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。東急白鷺3号鶴舞行きです。列車は黒電停しております。グリーン車は一番前の車両1号車、指定席は2号車から6号車です。自由席の設定はございません。ご注意ください。本当なんでもかんでも全車指定にしちゃって。車内販売の営業はございません。まだ車内は全車禁煙です。お煙草はご利用いただけません。携帯電話は音が鳴らないよう設定をしていただき、通話は電気でお願いいたします。お待たせいたしました。次は長浜に停まります。あとおよそ4分で到着をいたします。長浜を出ますと終点の敦賀に停まります。終点の敦賀には10時27分の到着です。本日指定席多くのお客様にご利用いただいております。座席失礼しました。切符に書かれました降車番号、座席番号をよくお確かめの上お座りください。まあ名古屋から敦賀だったらまだ需要はありそうなもんだが。新快速は大抵長浜止まりだから米原からでもそこそこ需要あるんじゃない。一応琵琶湖が見えるわね。長浜までは愛称琵琶湖線の区間だからな。まあ長浜周辺と瀬田周辺でしか見えないけどね。湖西線の方がよっぽどよく見えるわね。なんかいるぞ。長浜琵琶湖大仏ね。あの大仏様は1994年に爆誕した2代目ね。2代目だからといってスペルゲン反射鏡を装着しているわけでもない、ただの青銅製よ。当たり前だ。
初代は戦前に混入されたコンクリート製で五国阿弥陀如来と呼ばれていたそうよ。老朽化で1992年に解体され今では大仏殿北にある納骨堂で眠りについているそうな。そろそろ長浜に到着するわね。長浜には白鷺六往復が停車するわね。そういや早朝と深夜の白鷺の代わりに米原敦賀間ノンストップの快速が爆誕したんだっけな。お試しで乗ってみましょうかと気軽には言えない時間帯ね。早朝の敦賀発は前乗り必須だけど深夜の米原発は敦賀で2分接続が可能なら福井まで行けるかな。新幹線接続は2分じゃ無理だけどハピラインはどうなんでしょう。快速とハピラインが同じホームなら問題なさそうだが。ハゲネズミゆかりの地長浜ね。歴史上の偉人に対して随分な物言いなのぜ。文句があるなら第六天魔王に行ってきたら。わかっちゃいるけど少し味気ないわねー。白鷺に関しちゃその通りかもしれんが私らはこれから特急乗り三昧だろ。西区間を抜けて帰郷するまで特急しか乗車しないしねー。新幹線も乗るわよねー。一応川景気通過後すぐに北陸自動車道と交差するわね。北陸自動車道は米原から新潟を結んでいるぞ。弥生ちゃんじゃない方の高槻ね。一応両方とも新快速が停車するのよねー。こっちは実質各駅停車だけどな。はにゃーんと通過。あっちは木の本でここは木の本駅よね。念のため、うぷ主が昔酔っ払った勢いで全館揃えたあれか。多分まだあるわ。で、また北陸自動車道とランデブーするわね。まあこの先敦賀の先まで会うことはないけどね。あれ琵琶湖じゃないよな。よごこね。静ヶ岳が対岸にあるけど正直どの山かわからないわ。麗しの未亡人を手ごめにするためハゲネズミが仕掛けた戦いね。曲解した物言いだけどまあ間違っちゃいないわよね。どうだろ。お、あの効果は琵琶湖の西を駆け抜けてきた湖西線と合流するわ。そしてその先には滋賀県最北端の近江塩津があるのぜ。日中は湖西線経由の新快速が敦賀まで直通し朝夕は米原経由の新快速が敦賀まで直通するわね。そういえば敦賀から米原経由で晩秋和光まで新快速乗り通したわねー。あれは同日に黒磯から熱海までも乗り通したんだったわね。なぜかその動画がちょっと目に留まったおかげで少しは流しれたんだよな。もっともそこから何も変わってないけどね。しくしくとひっそり投稿を続けるだけよ。そろそろ新深坂トンネルに入るわね。深坂トンネルが上りで新深坂トンネルが下りだな。北陸本線はもともと木の本から直進して柳瀬を経由してたんだよな。そっちの方が勾配がマシかと思いきや急勾配や急カーブが連続してたから結局新引田経由でルートを新設したのね。まあそれはそれで新引田から敦賀までの急勾配をどうするかって問題があったけど、下りは 25% パーミルを駆け下りて上りはループ線で勾配を 10% パーミルに抑えたのぜ。トンネルの中で県境を越えて福井県に突入よ。これ冬だったら一気に雪景色だったんだろうな。新引田駅を通過していくわ。ここから一気に敦賀まで駆け下りていくわよ。どこかで上り線が見れたらいいわね。撮影し損ねるフラグだろそれ。ここで上り線と交差するので、ほとんど来ないからこんな敦賀寄りだっけ？なんて思ったわ。舞鶴若狭自動車道が見えてきたあたりで上り線とも合流するわね。しかし今敦賀での新幹線への乗り換え方法案内してたな。そんなややこしいのかな。この3日間のどこかで体験するから楽しみにしていなさい。あれが敦賀木向大橋ね。舞鶴若狭自動車道よね。兵庫県三木市から福井県敦賀市までを結んでいるぞ。これを使えば京阪神を経由せずに中国道や山陽道から北陸道に直通することが可能よ。
ようやく鶴ヶの市街地に抜けたかな。反対側には白山総合車両所鶴ヶ支所もあるはずよ。オバマ線も合流してきたわ。特急にしか乗らんと大見え切ったから次回はあっちじゃないのぜ。北陸新幹線ご利用のお客様は一つ上の階新幹線乗り換え改札口へお越しください。小浜線普通電車の東舞鶴行きは11時18分、一つ上の階後ろ寄りにございます。連絡通路を通りいただきまして1番乗り場からハピライン福井線普通電車の福井行きは11時12分、左側には金沢総合車両所鶴ヶ支所が見えてきたわ。北陸本線の521系や小浜線の125系が配置されているわね。お降りの際車内に忘れ物がないようお手回り品をよくお確かめの上お降りください。座席前の網ポケット荷物棚をよくお確かめの上お降りください。1号車をご利用のお客様は後ろ寄りのドアから、6号車をご利用のお客様は前寄りのドアからお降りください。ハピラインの521系ってこんな色してたのか。ハピハピだから弱。今日も特急しらさぎをご利用くださいましてありがとうございました。終点の敦賀に着きます。お出口は左側です。到着の際も列車が左右に揺れますのでお立ちのお客様はご注意ください。サンダーチャイムが流れたら白鷺は新設された特急専用ホームに入線していくわ。新幹線のホームが真上にあるのよね。早くて次回乗り換えが体験できるんだよな。3日間で北陸新幹線に一度も乗らなかったりして、乗る間にしてないし、せめて剣には乗車してみたいのぜ。まあ楽しみにしていなさい。はい、次回の指定券。行き先隠してるわね。もったいぶらなくてもいいだろうに。次回すぐにというかサムネでわかるわよ。さあまだ始まったばかりの特急旅、次回は新幹線なのかそれとも。続きをご覧になって確認してね。霊夢ちゃんとの約束よ。